アロイス・クリーマは、チェコ出身の指揮者。クラトビ生まれ、幼少期からバイオリンを弾く祖父に、音楽の手ほどきを受ける。1916年から、地元のグラマースクールに通い、カレル大学に進学するも、音楽への情熱は闇がたく、1931年に、プラハ音楽院に入学して、ヨーゼフ・クルジー地区と、ヤロスラ・フルジード・キーに作曲。 メトドトレジルとパベルデでチェックの各紙に指揮法を学んだ。1936年に個室へ放送のオーケストラを指揮したのを皮切りに、1938年までオストラバ放送のオーケストラの指揮者を務めた。その後、ブルノ放送で指揮して1939年からプラハ放送交響楽団の指揮者陣に加わり、1952年に 同好協学団の主席指揮者に昇格して1971年まで、その任に当たった。1948年から、プラハ芸術アカデミーの指揮下で教鞭を取った。プラハにて死去。ダットマン、ジェーン、インターナショナルミュージックガイド、タンティビープレス、P232、億力6億5048万 3594? アロイスクライマ。 2017年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年4月22日閲覧ありがとうございます。